皆さんこんにちは、アロマサロンエンパワーの宮里です。はい、さっき話、前回の動画の話で聞いててちょっと言いたいことがあったので、伝えたいのがあったんで、話するんですけど、まあこれは私の話っていうか、前回のはなんていうかな、こう上を向く、思い出すときに上を向くとかっていう話、頭のごちゃごちゃっていう話してたんですけど、これ科学的なもので、調べたら出てくるかとは思うんですけど、でもあまり聞かないかなっていうのがあるので、ちょっと役に立つものとして、頭っていうのは、この頭っていうのは記憶装置だったりもするんですよね。これが 100% 当たってるっていう意味ではなくて、違う役割ももちろん果たしてるんだけれども、頭は過去のものを照らすのにはとても役に立つものです。だけ過去のものを引き出すとか照合するとか、そう、例えばどこどこに行きたいって言った時に、この頭が働いて、その場所を特定してその場所に行くっていう行動っていう、この順番を考えてくれるのは頭なんですね。で、一方で実はとっても弱いものがあります。何かというと未来、今から何をする、今から、未来というのは、今から例えば初めてのものに対しては非常に弱いです、なぜかというと過去のデータにないから。でもなんかよく、未来こうしたらいいかなとかも頭で考えない、頭で考えるのは過去を照らしてる。不測の事態、こうって過去の経験に基づいてこうってこうしたらいいかなとかっていうことはできるんだけども、全くゼロのものを生み出すのには非常に弱いという今言い方したってことは、強いものがある。それは何かっていうと、さっきも話してた直感やハートの方、ここの方っていうのは、だってさ、初めてのことの時にドクドクしない。それあるよね。初めての人、初めての何々っていうのは、ハートがドキドキする。これで科学的にも、これ何してると思う？これ。分かんない。ほらね、心拍数高めて、その次に何やるかっていうのを、もちろん脳に信号も送ってるわけ。これ何しなきゃっていう、こうで、だって車も何でもそうだけど、動き始めてものすごい力いるよね。心臓って人間にとってこう血液を送り出すため、何しなきゃ、このドクドク前に前進するとかっていうののために心臓ってあるんだよね。だからそういうふうにして、頭とハート、よくハートに聞きなさい、胸に手を当てて聞きなさいとかっていう、その何か、その形のないもの、分からないもの、ちょっとさっき言ったデータがないものとか、さっき言った落ち着かないもの、頭でいくら考えてもどうにもなんか答えが出ないものは、一旦こう頭からふーっとこの気持ち、なんかエネルギーがでも何でもいいです、イメージできるもの何でもいいです、とにかく頭からスーッと胸に下ろしていくと、こう負に落ちるっていう言い方もするんで、これはもっと下かもしれないんだけど、でもこっちで考えられないもの、頭で考えてもどうしてももうなんか落ち着かないなっていう時は、こうここに落としてあげると、意識ですね。別に私みたいにこう手でも何でもいいんだけど、やると、なんか私はその瞑想ができなかったので、ある人がなんか意識をこう頭から今みたいにこう落としなさいって言っても、まだよくは分からなかったんですけど、目を閉じて目の視線をここから下に落としましたね。ここに向けるっていう、っていうように、頭とここに使い慣れてないけど、実際体の中には心臓っていうのがあって、本当に心臓っていうのは体に全部にエネルギーを送る、本当の物理的な血液を送って、それで循環させて人って生きてるので、なんていう、胸が高鳴るとかさ、っていうのは、なんていうの、脳が高鳴るって言わないよね。本当に脳がワクワクするって、こっちがワクワクするってあんまり言わないよね、表現って。もし脳がそういう役割を果たしてるんだったら、こっちがワクワクするって言うんだよね。そうだね、面白いね。人の、日本人だけではないと思うけど、そういったのが表現と
事実っていうか、うん、このアロスとっていうのは一致してることが多いので、うんうんうん、まあ一致してるんかな、まあ、経験上も私としては一致してる、うんうん、なんかそのワクワクすることをたくさんやりましょうとかっていう時って、うん、この言葉、うん、なんか今言ったみたいにワクワクする、うん、ここがドキドキするとか、うん、というだから結局ハートから来るもの、うん、内側から来るものをやったらいいよね、うん、なんか誰かがこれ好きだからワクワクするからこうやったっていうのを当てはめて頭で考えてや、うん、自分もやるとかじゃなくってってことね。そう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 、うん、本当に心臓っていうのはこの血液のスタートと終わりね、うんうんうん、スタート心臓からスタートして終わるところ、うんうん、頭はスタート地点じゃないっていうところが、うん、今日伝えたい一つでもある、うんうん、心臓から血液が張ってその血液にも情報が載ってるんで、うん、それが頭にくるって回って全身回ってこう心臓に変えるっていうところで言うと、うん、機能的にもいろんなことを考えてもやっぱり心臓っていうのはこっちのハートの部分、心臓っていうのはまあね、ハートっていうのかな他でも、うんうんうん、まあ、その部分っていうのはとにかく頭でね、頭使ってること日常生活ねみんな多いんですけど、ほれだって心落ち着かせたいっていうじゃん。そうね、そうね、うん、頭落ち着かせたい時は心を落ち着かせないと頭をクールにならないんだよね、うんうん、まあ、頭をクールにして心を落ち着かせるっていう時ももちろんあるとは思うんだけれども、うんうん、でもなんかこう心配とか、うん、心配とかっても結構頭で考えてることなのね、うんうん、でもなんかだから私も心配することとかもあるんだけど、うんうん、まず一旦頭をこう空っぽにするというか、うん、落ち着かせると、うん、心も落ち着くっていうことがあるんです、うんうん、なんかこれ、言ってることがわからない人もいるかもしれないです。私も最初はわからなかったです、うん、なんかなんだろうな、例えば自分自身を否定しててすごい落ち込むこととかって、うん、私時々あるんですけど、うんうん、でもそれって何をしてるかって言ったら、うん、頭で人と比べてたりとか、うん、なんか本当の自分じゃないというか自分の魂はそうじゃない、うん、みんな価値があるしとかなのに、うん、頭で自分はこれができてないからとか人と比べて劣ってるからとかっていうので落ち込むこととかってあって、うんうん、それ落ち着かない原因になるし、うん、落ち込む原因になるんだけど、うん、頭は、空想とも言う、うん、なんかだから、うん、なんかこの現実ではない、うん、事実じゃないことをあれこれ考えてるから、うん、そこを一旦こうこの思考ごちゃごちゃしてるのをちょっとなんかある人が言ってたのはヘルメットをかぶってて、うん、それをパカッて外すみたいなイメージっていうふうに言ってて、うんうん、それは本当のあなたじゃなくてヘルメットだよっていう話をしてたのよね、うん、それすごく分かりやすくって、うん、なのでこの頭で考えてるごちゃごちゃは本当の自分じゃない可能性もある、うん、なんかいいことは全然それでいいんだけれども、うん、落ち込む原因だったりとかそういうのは事実として捉えなくてよくて、うん、だからその時にちょっと一回楽にしたい、はい、心に聞いてあげる、うん、自分が自分のこと大好きでいることとか、うん、安心の場所を作ってあげる、うんうん、まあ皆さん一旦こう試してみてほしいなって、うん、やっぱりこう言ってはいるんですけどそれはやっぱり頭だよなって思うし、うん、あれあまり意識したことなかったけど意識してみたらなんか違うなって思う人それぞれタイプもいると思うので、うん、まあ一旦こういう頭だけじゃなくてここで考えてみるっていう考えるってここで感じてみるっていうのをやってみるといいと思います、うん、そうね、なんか、はい、その頭で考えてること、うん、心で感じることを一旦意識するとすごく面白いなって思います、うん、はい、はい、いつもご視聴ありがとうございます。いつも皆さんの役に立ちたいと思っています。よかったらチャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた。